待ってもらいの。いいですよ。話題になるけど。お、チャンス。はい、行きますよ。三、はい。もう一回行きますよ。三、はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。あ、すごいなんか面白かったです。出てきました。楽しかったです。はい。はい、じゃあ行きます。三、はい。はい、じゃあ行きます。三、はい。やっぱり子どもだけでこの新聞を作り、記事を書いて作り上げるっていうのはやっぱり難しくて、たくさんの大人の方が協力してもらったんですけど、まず取材するところからやっぱり緊張して、なんか言葉がうまく出なかったりとか、普段言えてたことがあんまり言えなくなったりとかは多少あったんですけど、その市長さんにこうインタビューしてみて、こう質問とかすごい答えてくれて、なんかみんなで協力してその一つの新聞を作って、その新聞をたくさんの人に読んでいただけたのがすごい嬉しかったです。やりがいありますよね。やっぱ反応があると ね、はい、そうですね。地元の小学校に行って、子ども会とかが主催のイベントに参加して、子どものお世話をしたりだとか、ボランティア活動をされているっていうことで、はい、ホットスペースだったんですか。どういうものかちょっと説明してください。主催しているのは東郷千恵さんっていう方なんですけど、はい、その方が中心となってそのホットスペースを運営していて、あと基本的には中高生が学校終わった後だったり、土曜日日曜日に遊びに行って、そこでまあ分からないとこう勉強を教えてもらったりだとか、あとはイベントとしてみんなで料理をしたりとか、あとは仮設住宅に行って、そこでホットカフェっていうカフェを開いて、やったりしています。なるほど。どうですか、やってみて楽しいですか。楽しいですね、やっぱり、はい、やっぱ楽しくないと続かないっていうかね、やってる方もね。そうです、写真は。あ、なんか普段見るよりやっぱ漏れてるなと思って。あ、漏れてる。将来何人ぐらい子供欲しいですか。なんか双子かわいいかなとか思うんですけど、いいね、まあ、2、3人ですかね。